ジパング朝6は日本テレビ系列で放送されていた平日の朝の情報番組である。1992年3月30日から2001年9月28日まで5時59分30秒7時に放送された。放送期間は9年半で結果的にあと番組のズームイン、スーパーと同じ期間となった。前身はルンルン朝6星情報。 当初こそ、関東ローカルであったものの、年々ネット局数が増えていき、番組内容を抜本的に見直す必要が出てきた。そこで、ルンルンの、アトワークで放送された、平日の、NNN 町のニュースを吸収し、全国ネット向けの内容に刷新して開始。このため、ネットワークニュース枠も、NNN ニュースジパングと解体された。初代司会には、関谷綾子と、 長井美奈子の同期入社のアナウンサー二人、新聞解説には、読売新聞明日の長官や、ルンルン朝6などで既にテレビ出演していた、中村慶一郎が抜擢された。その後も司会は、日本テレビの若手女性アナウンサーが代々務め、その他のコーナーキャスターも、同局アナウンサーや、フリーキャスターリポーターが中心となった。視聴率は早朝を番組としては、 異例の14%台も記録。開始時刻を早めた理由は、6時ちょうどにニュースを読み出したいためで、他局で同時刻に始まる同種の番組にチャンネルを変えさせない意図があったとされる。初期の番組オープニングも6時ちょうどに目覚まし時計が鳴る演出がされていた。番組の後期には、占いキャラクターが登場。占いのコーナーなどに使われた。 9年にわたりおおむね好評であり、番組開始翌年の1993年以降の日本テレビ視聴率三冠を達成の起爆剤の一つにもなった当番組であったが、視聴率は裏番組のヤジウマアイド、目覚ましテレビの上昇もあり末期は低下傾向にあった。そうしたことから、後枠のズームイン、朝、とともに当時の土屋都市を編成局長指示のもと、 2001年秋の日本テレビ超大大改編に伴い同年9月28日をもって惜しまれつつも終了となった。同年10月1日からは後継番組としてズームイン。マイナスを当番組と朝天後九州合併する形で枠代リニューアルさせたズームイン。スーパーを開始した。オープニングテーマ曲の作曲は宮川康史。 このうち初代のテーマ曲が約15秒という短さながら CD 宮川康氏テレビテーマワールドに収録されている。メインキャスターは1週間も2人が半分ずつ担当。コーナーの多くを次曲のアナウンサーが担当していた。中村と橋本は解説コーナー。ここがポイントだけでなく一般市長官紹介も務め、本編のほぼ全体にわたって登場していたが、 久保清就任後は原則として、ここがポイント専任となった。その後しばらく、一般紙長官紹介は、スポーツ担当アナウンサーが務めることが多かったが、2001年4月以降は、報道局の五文彦が政治キャスターの肩書きで、長官紹介を務めていた。主に駆け出しの女性アナウンサーが担当していたが、一時は、寺島敦志。 長谷川健二といった男性アナウンサーが担当していたこともあった。また、藤井と矢島は生活研究室と兼務していた。ワートにメインキャスターに就任したアナウンサー。ちなみに、柴田智もの担当最終日は、松坂大輔との交際が週刊誌を呼び、スポーツ誌で報じられたその日であった。基本的にスポーツ実況担当の男性アナウンサーが歴任していたが、初期には、 放置新聞社の柏秀樹記者もキャスターを務めていた。の中には担当アナウンサーの名字が入る。番組末期には6時代前半にもスポーツ紙の紹介コーナーが新設された。主に若手の男性アナウンサーが担当。後期は朝天後の新聞紹介コーナーも兼務している。特集コーナー、アングルや曜日コーナーなどを担当。こちらは、 フリーのキャスター及びリポーターが担当していた。矢野系列局でも年末年始のみ丸になる系列局もあった。ありがとうございます。